一人暮らしをこじらせるとこうなります。東京都葛飾区ホトトさんの一人暮らしをこじらせるとこうなります。一人暮らしが長くなるとよいしょあ、足癖が悪くなること。大阪府大阪市なっかんさんの一人暮らしをこじらせるとこうなります。今回ご紹介一人暮らしを始めた頃は最高級の羽毛を贅沢に使ってるんです。本日だけの特別価格。へー。普通にテレビを見ていたが5年も経つとふかふかで気持ちいいですね。マジで？でも羽毛って高いんでしょ。気になるお値段は？いくらなの？税込み1万円。そんなに？安いないそれ。話し相手が欲しいのか、めちゃくちゃテレビに話しかけること。ということで、一人暮らしをこじらせるとこうなります。